ですけども、その予選が終わったらインターハッピーしようと思ったらクラッシュしちゃってヘリコプターで運ばれちゃったんで、引退発表するチャンスがなかったですね。だからまだしてないんですよね。なるほど、それは良かったですよ。でもね、そうですね、またちょっと乗りたくなりましたね。そうなんですか。23だったかな。それぐらいそうですね。それで優勝されてるのに、だって体力的にそんな差があるとは思えないし、また車の違いもちろんあるんでしょうけど、やっぱりでもそういう質問ありますね。ある。僕は人間だからそんなに違わないと思ったんですけど、まあ、僕 その家のそばにシマハも住んでたんですけど、はい、彼とトレーニングしたりいろいろしてたんだけど、あ、僕はこの子にはかなわないと思いましたね。あ、そうですか。で、あとアグルさんがその印象残ってるそのドライバーとか、他にどんな方がいらっしゃいますか。ね、ドライバーいろいろ種類がいるんで、セナのタイプ、セナはすごく真面目なんですよ、はい、そのレースやってて、そのレース乗るの終わってからミーティング3時間も4時間もやるんですよ。でそれはシューマンも一緒で、スプロストも一緒、マンセルは、ね、もう5分ぐらいですぐゴルフ行っちゃったり全然考えてないんですよ。感性だけだし、もういろんなタイプで、ね、いろんなタイプで、でも今のドライバーみんな真面目ですね。昔のドライバーが、昔のドライバーはのワークスドライバーで、金井氏っていうのはトヨタのワークスドライバーだからその2人にはもう負けたくなかったんで、やっぱり示してかないじゃないですか。だからこの前の話ですか。